洛中にも雪が降ったわね。暑い。私は遠くから見ているだけでいい。誤解しないで。着飾る機会はあまりないの。11月9日、雪。かしこまった席で、いたずらをするのはダメ。愛って、温かいの。この雰囲気を壊したくないだけ。この時を刻めるこの美しい景色を。帰った方が楽しいわ。